日常演舞の食文化にようこそ。さて本日の動画はこちら。ではごゆっくりお楽しみください。ファミリーマート2種の国のモンブランとしっとり系食感のチーズケーキバーもレーズン&アーモンドを食べたいと思います。2種類のケーキどれも美味しいです。特に2種の国のモンブランというのが気になりますね。それではチャンネル登録よろしくお願いします。ではしっとり系食感のチーズケーキバーもからいただきます。どんな感じなのかな。はい、なんかもう、おなじみのこの形というか、そんな気がします。では、いただきます。はい、続きまして、こちらのモンブラン。上下に栗があるような、そんな感じですね。では、いただきます。バウムの方は中央のチーズケーキ部分がいわゆるベーコンのチーズケーキちょっとバウムの部分に合わせて食べにくいかなっていう印象なんです。クリーム状のレアチーズケーキなら良かったのかもしれませんが、やっぱりいまいちでしたね。チーズの味自体は美味しかったのでよかった、そこは良かったですね。でこちらのモンブラン、このモンブランにつきましては上下のクリーム味と食感がそれぞれ異なっていて、本当に2種を同時に楽しむことができて美味しかったです。栗が好きな方はぜひおすすめしたいですね。というわけでこちらを代表としてこちらも提出とさせていただきます。お楽しみいただけましたか。もしそうでしたらチャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。ではまた次回の演目でお会いしましょう。